皆さんどうも、ゲーム研究会のエミです。今回はタイトル通り猫耳取得ルート解説ということで、今更感すごいんですが、 YouTube でアンケートを取ってみたところ、7割以上の方がまだ猫耳を取れずに諦めていると。それはもったいないと思いまして、今回の動画を急遽撮影しております。猫耳の取得条件はプロフェッショナル、ニューゲームから始めて5時間半以内にクリア、セーブ回数が15回までになってます。バイオって覚えゲーで、敵の配置と攻撃パターン、アイテムの場所、これを覚えたら楽に猫耳取れるので、この動画を参考にして一緒に猫耳を取りましょう。最初の首折れ、ここは銃で覗きながら攻撃モーションが入ったら後ろに少し下がると簡単に抜けれます。最後の抱きつきモーション終わった後に走りましょう。こいつは最速で行けば攻撃当たらないです。ハーブは忘れずに拾いましょう。ムービーは基本的にスキップしていきます。序盤は回復余るんで、ノーダメとか目指さなくて大丈夫です。とりあえずチャプター1を終わらせることを目標に頑張りましょう。カラス倒してますが、正直そんなメリットないんで別に倒さなくても大丈夫です。オプションボタンで一時停止すればゲーム内時間は止められるので、アイテムの場所とかはこの動画を確認しつつやるのがいいかもしれません。この先から敵出てきますが、無視して左側を走っていきます。小屋が見えたら最速で入ります。左回りからアイテムを拾って出るんですが、ここに関しては運要素が強く、今回みたいに入り口を塞がれるパターンは珍しいです。もし攻撃を食らった場合は最初からやり直しましょう。村の襲撃耐えるまでは数分程度でやり直せるので諦めずに。村に入ったら右側のルートを行きます。そしたら敵がいるのでステルスキルをします。ハーブを拾った後に襲撃戦開始するために敵を撃ちましょう。ここのアイテムも忘れずに。襲撃戦のコツなんですが、ちゃんと敵を引きつけることです。素早く逃げ回ってたら敵がバラバラに行動して囲まれてしまうので、ゆっくり確実にやっていきます。ギリギリまで敵を寄せながらショットガンの家まで向かいましょう。敵が斧投げてくる可能性あるので、パリーするか避けれるようにだけしときます。この家に入るといつものムービー流れますが、このムービー中も襲撃戦の時間は経過してるので、スキップしないで最後まで見ます。先ほども言いましたが、序盤は回復余るぐらいなので、この時点で2、3発なら攻撃食らってでもハーブで回復して大丈夫です。ムービー後に最速で2階のはしごを蹴りに行きます。そしたらこの階にある弾とショットガンと手榴弾を拾います。こいつはいい。ここの窓から出て端に行くのですが、
操作ミスってなぜか戻ってしまいました。ここで村人が攻撃してくるギリギリまで耐えます。攻撃されそうになったら飛び降りて村人を引きつけます。この時常にショットガンを装備して、攻撃されそうになったり逃げる先に敵がいたら迷わず撃って逃げます。外周を逃げつつ襲撃戦開始時と同じルートに戻ります。ここもゆっくり時間を稼ぎつつ行きましょう。そしたらまたショットガンが置いてあった部屋の方に向かっていくんですが、はしごがかかっているのでここを登ります。これは先にショットガン撃っとくべきでした。最初の頃は体力低いので緑ハーブ一つでそれなりに回復できます。そしたらはしごを2箇所蹴りつつ、家側から敵が来るまで耐久します。時間が余るようならしゃがんで待機しましょう。立ち止まってると投げ斧の弾に当たります。家側から敵が来たら先ほどと同じく端で耐久してギリギリで飛び降ります。やることは案外簡単で、このルートを覚えたら敵をちゃんと引きつける、ショットガンは常に装備、逃げる先にいたら敵を撃つ、はい、ということで5分間耐久することができました。そしたら村のアイテムを拾っていきましょう。最初は目の前の大きい家に3つアイテムあります。これ樽とか壊すときナイフの突きが一番早いと思います。ここの窓から出て緑ハーブ2つあるので、下と上のハーブを回収します。ハーブ拾い終わったらショットガンが置いてあった家の1階のアイテムを回収しに行きましょう。そしたら小屋のアイテムを漁ってルービーとハンドガンの弾を拾って次のステージに行きます。風車だ。ここセーブしたいですが、武器商人のところまで我慢しましょう。敵が2人いるのでステルスキルしながらアイテムと青コインを回収していきます。この宝、井戸に落とさないように気をつけてください。青コインを破壊して、この裏に確定で手榴弾が落ちてます。
緑ハーブを回収したら通常通りのルートで行きます。ここの罠は解除しないで残しておきましょう。この時点で体力がピンチな方いたらイエローハーブ組み合わせて使っちゃっても大丈夫です。そしたら青コインとお宝がある方に降ります。でアイテムを回収してここの扉を開けたらこっち側の扉も先に開けときましょう。そしたらアイテムを回収して大男を出現させます。さっき壊したこちら側の扉で少し待って大男を引き寄せます。少し待ったら反対側に回ってアイテムを回収しながらはしごを登って歯車をはめに行きます。ここノーダメで行けてますが手持ちハーブ大量だと思うんで 1,2 発なら食らっても大丈夫です。レバーを引いたら最速で向かいましょう。このルートで行くとさっき残しておいた罠が大男に当たります。この時目の前に敵がいる場合あるのでショットガン忘れずに。そしたら走り抜けていって後ろめちゃくちゃ追いかけてきてるのでとりあえず逃げます。この橋を渡ると敵が引き返すので、樽を回収しに戻ります。この樽の先、右側に道あるので、最初からそっち側に行きます。そしたらショットガンを構えましょう。この先敵がいるんですが9割近くの確率で突進してきます。避けるの難しいので遠慮せずにショットガンを撃ちましょう。ということで最後の難関ポイントに来ました。最速でこの部屋に入ってアイテムを3つ回収します。爆弾とトラバサミにはお気をつけください。そしたら左側の道を走り抜けます。攻撃されそうならショットガン撃ちましょう。家の前に固定で敵いるのでこいつは撃ちます。即ナイフで扉を開けて中に入りましょう。あとは家の中のアイテムを回収しながら進んでいきます。何の音だ？ここの敵、最速で行くとステルスキルできるのでしましょう。アイテムを集めたらルイスを助けに行ってチャプター1クリアになります。ここもセーブしないでもう少しだけ頑張りましょう。装備を取られた。ムービーをスキップしてとりあえずハーブとナイフを回収しながら先に進みます。
この敵は走りながらステルスキルします。次の敵は一度気づかれたら戻ってここの扉越しに攻撃して倒します。そしたら虎バサミをあらかじめ起動させて、かまどの中のアイテムも回収しましょう。ここのネズミ後で倒しますが、自信ある方はナイフで倒しても大丈夫です。そしたらここも最速でいけばステルスキルできるんですが、バレてしまいました。皆さんの場合焦らずに少し進ませてからステルスキルした方がいいかもしれません。そしたらハンドルを回して自分のアイテムを回収しに行きます。自分はそれなりにハーブ余ってますが、チャプター3と4で回復はたくさん取れるので、こんなに持ってなくても大丈夫です。そしたら武器商人のムービーを見てネズミを倒しに行きます。倒し終えたらセーブしに行きます。この時点で20分前後なら完璧です。ハンドキャノンやシカゴ持ってる方は課金チケットを使えば、この段階で武器を無限化にして楽に進めます。最初商人に組み合わせできない宝を売って、ケースを大きくしてナイフを修理しときます。ここどこだよ。この先に敵いますが、撃たないようにしてください。倒してしまうと警告の敵の配置がごちゃごちゃになります。近づいた後 U ターンして空振りを誘った後に通り抜けれます。はしごを登って飛び降りた後、近くの樽を最速で破壊します。右奥に素手の敵がいるので、ショットガンでひるませます。ここにも樽があるので拾っておきましょう。この家の中に入って小さな鍵を拾います。中に入ると敵が一人いるので、ショットガンで倒しましょう。その後にロッカーの閃光を拾って上に上がります。上にも敵がいるので、ショットガン撃てる用意をしといてください。上の敵をひるませたらクレストを取ってすぐ逃げます。樽は余裕なさそうなら拾わなくて大丈夫です。進む先にいる敵は遠慮しないでショットガンでひるませて進みましょう。左側の敵を撃った後、上からおばさんが降りてきたらドラム缶を撃ちます。この時に地面にダイナマイト落ちてる可能性あるので、ご注意ください。樽は無視して宝だけ拾ってレバーに行きます。攻撃されましたが回復余ってると思うので、この時点で 2,3 個なら使っても大丈夫です。ハンドルの近くで閃光を投げて即回します。そしたら下に降りて小屋のアイテムを拾うんですが、中に敵がいます。今回は出てきてくれましたが、そうじゃない場合敵がいても入りましょう。イエローハーブとスプレーを拾い、ナイフで扉を破壊して逃げます。警告のコツは動画と同じルートを最速で回る、ショットガンを蹴散らない、あまりにもぐだってしまった場合やり直しましょう。ここを抜ければ次のセーブまではそんなに難しくないので、頑張ってみてください。ここの扉は左回転した後に裏返します。この先敵がいるので少し歩かせます。
見えなくなるぐらいでここの敵をステルスキルして歩いていった敵も倒します。ここにハンドガンの弾あるので拾い忘れ注意。ここの敵は気づかれた後に裏で待機してトラバサミに引っ掛けます。少し出るのが早すぎましたが、遅すぎてもトラバサミ避けてくるのでご注意ください。そしたら横の宝を拾いに行きます。今倒した敵は最悪気づかれてしまった場合ハンドガンで処理して大丈夫です。樽を壊して上の宝を落とします。小屋のアイテムを回収した後に井戸の宝を取ります。この先チェーンソーがいるので階段下のトラバサミ前に待機してチェーンソーに引っ掛けます。ここの罠は解除しないでいきましょう。鳥の巣を破壊するとアイテムが入手できます。あとは動画通りに家の中まで入ります。途中トラバサミあるのでご注意ください。この家アイテムたくさんあるので動画通りに全部拾ってください。悪くない家だ。この謎解きは左から草、豚、子供になります。謎解き後に首折れが出現するのでテーブル裏で攻撃を誘います。抱きつきモーション後に簡単に通り抜けられます。この水晶の謎解きは最初下に少し回して縦軸を合わせます。その後回転させると大体合うと思います。その後ハンドガンの弾を拾い鍵を入手してチャプター2クリアになります。セーブはもう少し我慢しましょう。村長の家を出て犬を助けます。お前も被害者か。そしたら鍵を開けて先に進みましょう。村に着いたら動画通りに進んでください。ここにトラバサミありますが家の壁沿いに進めば大丈夫です。樽が4つあるので回収して上に上がります。この先敵いますが後ろを通れば回避できます。不安な方はステルスキルしても大丈夫です。ここの箱に確定で蛇がいるので2回攻撃しましょう。
アイテムがたくさんあるので動画見ながら拾ってください。新しいのが入ったぜ。見ていきな。ケース圧迫しているのでスプレーを預けて、ヘビは依頼のために売却します。ナイフの耐久やばい方はここで修理しておいてください。ウェルカム。新しいの入った。あんたまた来いよ。ここの上に鳥の巣がありますので拾っておきましょう。墓に着いたら目の前にいる敵をステルスキルします。教会、あれだな。そしたら何もせず、とりあえず小屋の方に行きます。しゃがみながら行くと中の敵もステルスキルできるのでしましょう。そしたらアイテムを回収します。ここの墓、依頼なので破壊しときましょう。あと上に鳥の巣あるのでここも拾っておきます。警告で回復使いすぎた方も少し余裕できたんじゃないでしょうか。この先も回復はたくさんあるので不安な方大丈夫です。ムービー後に奥にあるお宝とはしご上の閃光手榴弾を回収します。小さな鍵が2つあると思うのでここで1つ使いましょう。この先ですが、手順を覚えれば簡単に回避できます。アイテムは後ほど敵がいなくなるタイミングで拾えるので全部スルーしていきましょう。まず最速ではしごを登ります。その後敵を右左と回避。下に敵がいるので少し待って敵の後ろ側に降りるようにします。最後に敵が出てくるのでこれはショットガンで倒しましょう。この時点でショットガンの弾少ない方はクラフトして作っても大丈夫です。少し左側に閃光を投げます。プレゼントだ。奥の犬がひるむのでナイフで倒しに行きましょう。倒しきれない場合あるのでその時はハンドガンで倒します。もう一匹の犬もショットガンとナイフで倒します。そしたら大量のアイテム、お宝、青コインを回収しましょう。あとは道中のアイテムを拾って武器商人のところまで向かいます。ここまで来れた方お疲れ様でした。今回はここで終了になります。自分の今のケースはこんな感じです。回復これより少なくてもこの後も拾えるので大丈夫です。ショットガン少ない方はクラフトしときましょう。ここまでの目標時間は
35分から40分ぐらいになります。商人に使い捨てナイフを売却して先行のレシピを購入しときます。ナイフの修理をしてない方はしといてください。そしたら宝を拾って先に進みます。ここら辺のアイテムですが、次のチャプターで回収するので全スルーします。拾いたい気持ちもわかりますが、今は我慢しましょう。くそ、最悪だ。ここ落ちたらしゃがんでこの辺に待機します。大男が降りてくるので通り過ぎたところをステルスキルします。そしたら敵を回避しながら走ります。敵3体いますが、背後を縫うように走れば攻撃されずにいけます。一発ぐらいなら食らっても回復すれば大丈夫です。爆弾を解除しております。扉をナイフで破壊して燃料を取ります。そしたら手榴弾を構えましょう。扉が開いたら手榴弾を投げます。そしたらすぐ出てはしごを登ります。ここは爆弾を撃ってひるませてから進みましょう。早く爆弾撃たないと攻撃されるので、自信ない方はショットガン撃っても大丈夫です。ここ降りたらこっち側の道に行きます。包丁おばさんいるので回避して奥に手榴弾を投げます。投げるのもう少し奥でした。回復は次のチャプターでたくさん取れるので、弾の方をどちらかといえばケチりましょう。そしたらみんな大好きデルラゴ戦です。これをクリアしたらあとは楽なので頑張りましょう。ここの青コインは先に破壊しておきます。デルラゴ戦、最初はとりあえず投げまくります。個人的な意見で目線の話ですが、自分はデルラゴの先を見るようにしてます。というのもデルラゴの攻撃自体を当たるのってほぼないんですよ。多分みんな木とかに当たって負けてると思うので、デルラゴが泳ぐ先に障害物がないかちゃんと見て確実に避けていきます。案外ギリギリの入力でも避けられるので落ち着いていきましょう。どこから来る気だ。この攻撃は突進してきてから2回攻撃します。その後に確定で噛みつきしてくるので右に移動してください。この飛んでる途中も攻撃当てれるので狙ってみてください。とりあえずデルラゴ戦のコツは、先の障害物をちゃんと見る。突進はこっちに来てから攻撃。突進後は噛みつき攻撃してくるので右に回避。
もし負けてしまっても前のセーブデータから3分もかからず再戦できるので気楽に行きましょう。突進前もこうやって狙えるので狙っていきましょう。どこにいた？突進中は2回攻撃、その後は噛みつきがあるので右に回避。レオンのこのセリフが出たら行動パターン変わりますが、やることは同じです。ベルラゴの先をできるだけ見て障害物を避けていきましょう。ちなみに自分は通常時も右を多めに移動してます。噛みつき攻撃を回避できるので障害物避ける時以外は右移動ありだと思います。ベルラゴって攻撃当てまくらないと実は回復してるんですよ。なので頑張って攻撃しましょう。ちなみに動画のデルラゴはなかなか暴れ個体ですね。本来ならそろそろ倒せてるんですが、この攻撃をしてきたらもう倒したも同然です。本来見る前に倒してしまうのでなかなか見られないレアなシーンでもあります。はい、ということでデルラゴを倒してチャプター3クリアになります。セーブはもう少し後になりますが、この後戦闘は全くないので動画を見ながらちゃんとアイテムを集めましょう。ここのタンスの中にアイテムがあります。外に出たら樽が2箇所とハーブがあるので拾いましょう。この先寄生虫出てくるのでショットガン構えときましょう。なんだ？ショットガンでひるませた後、奥の敵は左に回避すれば避けれます。もしダメージ食らってもせっかくデルラゴ倒したので回復ちゃんとしときましょう。なんだここは？あれは最悪。チャプター4はやることが多いので今回は分かりやすいようにステップを7つに分けて説明していきます。とりあえず鍵を入手して樽を壊します。そしたらショットガンはとりあえず使わないので預けちゃいましょう。では早速ステップ1、ランカーバス入手。ボート乗って右に行くと小屋が右手にあります。その前にでかい魚がいるので入手しましょう。そしたらステップ2、レッドナインの入手。真ん中の船に向かいます。着いたらお宝とハンドガンがあるので拾いましょう。レッドナインはまだ使わないのでこちらも預けておきます。
ステップ3、卵の回収。マップ右の小さい島に行きます。着いたら卵と宝石があるので拾っておきましょう。ステップ4、冒涜者の首の入手。マップ右上に行きます。着いたら右の樽を先に破壊しときましょう。ここの謎解きは左下2つと右下になります。周りにアイテムたくさんあるので動画通りに拾ってください。そしたらステップ5、カブトムシと宝の入手。マップ左上の湖畔の集落に行きます。ここ敵に攻撃される可能性あるので体力回復しといてください。階段上がって左側に行きます。この家の中に樽が2つと玉があるので回収します。ここ虎バサミあるのでご注意ください。そしたら右に進んでいきます。ここにカブトムシがいます。マップのここら辺です。拾ったらお宝があるのでそちらも回収しましょう。ここに鳥の巣があります。そしたら左奥のろうそくが見えるところに行きます。鍵を使ってお宝を拾いましょう。宝を入手したら後ろに敵いる場合ありますが確定ではないです。いた場合は避けるかハンドガンでひるませます。今回は無理でしたがもし殴られてもこの後回復たくさん集めれるので大丈夫です。最後に箱を破壊してボートに戻ります。ステップ6、洞窟の宝を入手。マップ左側の洞窟に行きます。ちなみに皆さんこの攻略動画、鎧アシュリーと特典武器使おうと思ってますが大丈夫でしょうか。特典なしでも猫耳取れますが難易度爆上がりします。皆さんが真似できるか怪しくなってしまうので良ければコメントください。大きい空間出たら右側降ります。樽が2つと宝があるので入手しましょう。ステップ7、沼地のアイテム回収。とりあえず洞窟から行ける武器商人のところに行きます。
ここに樽が2つと小さな鍵を使うところがあるので使います。そしたら組み合わせできない宝とランカーバス、金の卵を売ります。新しいウェルカン、ほら新しい品を覗いてけよ。どんなブツも大歓迎だぜ。そうそう、これだこれ。ついでにケースサイズアップも購入しときましょう。また来いよ。そしたら沼地に向かいます。やることが多いのでリストをまとめておきます。動画を見ながら皆さんも一緒に集めてみましょう。小屋に入ってアイテムを回収、青コインを破壊します。蛇の位置はランダムですが、見つけたら倒して入手してください。上に上がって樽と青コインの破壊。爆弾を解除し、樽を破壊した後、下に降ります。ここにお宝があるので、落として入手します。そしたら、ブラックバス3匹いるので、集めて回復にしましょう。ヘビは至る所にいるので見つけ次第入手してください。最低でも2匹欲しいですが、回復にもなるので見つけたら取っておきます。この動画通りに進んでる方なら今頃卵と魚とヘビがそれなりにあるはずなので、今後はそちらで回復していきます。ピースを拾って青コインを破壊します。もし動画通りにヘビがそんないなくても最低2匹取れれば、回復は後ほど魚取れるので大丈夫です。燃料があった小屋に入って箱を破壊して卵を入手します。そしたら小さな鍵を拾って上に上がります。これでリストのアイテムは入手できたと思います。あとは樽を壊しながら戻りましょう。戻ってきたら下のアイテムを回収します。小屋2つ漁り終えたらピースを使って宝を回収しましょう。この謎解きは右下を2回、左下を2回、上を1回になります。あとは武器商人のところに戻ってアイテムを整理した後セーブします。
りあえず宝と蛇を2匹売ります。前回1匹売ってると思うので合計3匹になるように蛇を売却してください。ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。お宝、初期のハンドガンとキッチンナイフも売却しちゃいましょう。コンバットナイフは修理しときます。サンキュー、やるじゃないかあんた。他にはない一品がいろいろ揃って、我ながら本当に死ぬなよ。そしたらレッドナインとショットガンを引き出します。荷物が多すぎて引き出せないって方は先行手榴弾を作りましょう。回復多すぎるって方は魚を売却しても大丈夫です。ここまでの目標時間は50分から1時間15分前後になります。前回ショットガン引き出したばかりですが、ルート変更したので預けます。そしたらボート近くに魚が2匹いるので回収しましょう。魚を取ったらもう一つの首を入手しに行きます。着いたら右奥に樽が2つあるので取りましょう。この箱先行確定なので必ず取ります。そしたら作戦名ゴリ押しでダメージ覚悟で駆け抜けます。斧を投げてきたら左に回避します。投げてこないパターンもありますが、その場合普通に抜けれます。分かれ道は左に進みます。斧を確定で投げてくるので回避しましょう。ここ撃つのは余裕ある方のみで大丈夫です。樽を壊してはしごを上がります。この謎解きは左上右上下になります。首を回収したら隣に箱があるので壊しましょう。ここにお宝があるので落として自分も降ります。アイテムを回収したらボートまで逃げましょう。先行宝イエローハーブは取り忘れないようにご注意ください。自分は一発しか被弾しませんでしたが、皆さんは5発とか食らっても大丈夫です。魚 3,4 匹使ってもいいので頑張ってください。この魚皆さんは捨てる必要ないです。そしたら首をはめて教会の鍵を入手しに行きましょう。教会で見たマーク、その後に持てるだけ魚を回収します。素材余ってる方は先行手榴弾作れるだけ作っても大丈夫です。ここに魚が4匹いるので回収しましょう。ケース厳しい方は拾わなくても大丈夫です。逆に回復少ない方は他の場所に取りに行っても大丈夫です。そしたら武器商人のところに戻り宝を売ります。
フラゴンをサファイアで組み合わせます。新しいウェルカム。ほら、新しい品を。自分は魚でケース圧迫しているので売却しますが、余裕ある方は持ってても大丈夫です。お金10万ない方はルビーを少し売りましょう。 SR を購入して威力をレベル4まで上げます。レッドナインは威力と連射速度をレベル2まで上げましょう。そしたらエルヒガンテを倒しに行きます。ここの宝忘れずに拾ってください。先行手榴弾が2つ必要ですが、安全に倒せる攻略法なので動画見て皆さんも練習してみてください。最初後ろに下がりながら5発前後撃ちます。リロードしながら小屋に入ります。小屋を持ち上げられるまで撃ち続けましょう。持ち上げられたらまた下に入ります。そしたらもう一つの小屋に入って同じことをします。その後少し撃ってたら寄生虫出てくるので閃光を投げてダウンさせます。倒れてきたら弱点をライフルで撃ちましょう。犬のムービー流れるのでスキップ。その後エルヒガンテの顔にライフルを2発撃ちます。犬がヘイトを買ってくれてるのでハンドガンを撃ちましょう。このムービースキップした後にライフルをリロードしときます。倒れてきたら弱点を2回撃ちます。起き上がって方向した後に閃光を投げましょう。そしたらまたダウンするので弱点を2回撃てばこんな感じで倒せます。弱点に当たらなくて倒しきれなかった場合、手榴弾1個とライフルを数発体に撃ちましょう。よし、教会に急ごう。アイテムたくさんあるので取り忘れないようにご注意ください。ありがとうな。マップで取り忘れないか確認して先に進みます。樽を2つ破壊して小屋に入ります。ここ蛇がいるので2回攻撃しましょう。閃光作れる素材ある方は全部作って大丈夫です。はしご上に箱が2つあります。そしたらライフルを持ちましょう。このシーン流れたらボタンを押してスキップ。最速で犬を撃ちます。これで寄生虫が出る前に処理できます。
教会に入ったらアイテムを回収しましょう。サブマシンガンやボルトは売るとそれなりに高いので拾っておきましょう。持ちきれない方は一度 SR を預けても大丈夫です。緑は右に少し回転、青は左に少し回転、赤を左に回転で完了。わからない方は動画を見て一緒に回してみてください。アシュリー、いないのか。チャプター4クリアしましたが、セーブはもう少し後になります。動画のコメントで鎧アシュリー希望が多かったので使わせていただきます。よし、まずはここ出るぞ。アシュリーのいた部屋に戻り、宝を入手します。走ると村人にバレるのでゆっくり行きましょう。あのはしご。分かった。上に上がって樽を3つ破壊します。他に出口はないみたい。SR 預ければ皆さん持てると思います。この先は危険だ、離れるなよ。この先ステルスキルするので使い捨てナイフを装備しましょう。最速で走って目の前の村人を倒します。そしたら村人が左から来るので岩の裏で待機しましょう。レオンを通り過ぎたぐらいで走ります。左側の道を走っていきましょう。来るぞ、後ろにいろ。何なの、どうかしてるわ、あの人たち。くそ。この敵も左を走れば抜けれます。少し暑がりますがノーダメなので大丈夫です。ランプに各宝石をつけて使わない玉と一緒に売却します。新しいのが入ったぜ、ウェルカム。ほら、新しい品を覗いてけよ。そしたらレッドナインの威力を3に上げましょう。スコープを購入して SR 預けてる方は引き出しましょう。扉出たら左側に村人がいるので走ってステルスキルします。タイミングがシビアで失敗しやすいので一度失敗例をお見せします。こんな感じで失敗してしまったら一度商人のところまで戻ります。
そしたらまたステルスキル狙えるので何回かやってみてください。樽を壊して井戸に入ります。この村人は走るとすぐこちらに気づいてくるのでしゃがんで近づきましょう。牛小屋の手前で大男が左から右に歩いていくまで待機します。レオンの前を通ったら走ってステルスキル、そしたら残りの村人はハンドガンで処理します。村長の家に向かう途中の扉を開けて、ここで戦うと村人はこっちに来れないので撃ち放題です。さっきの大男ステルスキル失敗してしまったらこの扉戦法で倒してください。手榴弾4個以上ある方は使っても大丈夫です。ハンドガン 2、30発も撃てば全滅できると思います。そしたら村長の家に行きましょう。スピネル25個以上ある方はスルーしてる方多いですが、この後がめちゃくちゃ楽になるし、ワンちゃんはノーダメで倒せるので皆さんも行きましょう。とりあえず屋根裏まで行きます。イエローハーブと箱、お宝があるので回収しましょう。そしたらワンちゃんを倒しに行きます。この道少し歩いて犬が出てきたら U ターンします。左に曲がって井戸降りるんですが、ギリギリまで引きつけましょう。そしたら上に上がって左奥に行きます。はい、隙間から狙えるので撃ちましょう。ハンドガンでもライフルでも手榴弾でも何でも当たるので好きな武器で攻撃してください。回復と手榴弾たくさんある方はこの方法じゃなくて、手榴弾投げると倒れるのでその間にライフルを撃って討伐とかのが早いです。犬討伐後の目標段数みたいのを出しとくので目安にしてみてください。
ダウン。倒し終えたら少し戻ってセーブしましょう。ここまでの目標時間は1時間20分から1時間50分前後になります。今回ついに籠城戦なので軽くアイテムの確認をしときます。そしたらまずショットガンを引き出したいのですが、ケース的に入らない方多いと思うので、素材余ってる方はショットガンの弾か閃光手榴弾を作ってください。素材 S はそんなに使わないので、大量に持ってる方は 1,2 個残して売ってもらっても大丈夫です。自分は閃光手榴弾を作りますが、それでもショットガンは入らないので魚を売ります。見事な仕事の成果にはふさわしい返礼を。前回手に入れたお宝あると思うので、それもついでに売りましょう。お宝ガラクタ何でもござれ、いつも来る素敵な旅。ケースに空きができたらショットガンを引き出します。そしたらショットガンを改造して威力をレベル2にしましょう。だんだん、また来いよ。改造を終えたらショットガンがショートカット登録されてないと思うので登録しときます。そしたら先に進みましょう。籠城戦って倒した敵の数で板を落としたり大男が出現したりするので、今回はたくさん倒して早めに終わらせます。とりあえず前回倒したワンちゃんのお宝を拾いましょう。そしたらこの家、アシュリーと協力して扉を開けてもらいます。こっちだ。オッケー。中から開けてくれ。その間、隣の家に小さな鍵を使うところがあるので向かいましょう。宝を入手したら後ろに樽があるので破壊しましょう。アシュリーに扉を開けてもらったら中のアイテムを回収しに行きます。そしたら先に進んでいきましょう。はしごを登って左奥に進んでいきます。この敵、走り抜けられますが、運が悪いと周りに掴まれます。嫌な方は左の敵をショットガンでひるませましょう。はい、これ。運が悪いので日頃の行いかな。柵を飛び越えたら右に走ります。この村人は右に回避、その後大男は左に回避しましょう。そしたらライフルを持って先に進みます。体力ない方は回復していきましょう。まず最初に1階のアイテムを回収します。素材 L を拾ったらライフルで目の前の村人を2人倒します。倒し終えたら板で塞ぎましょう。そしたら棚を押しに行きます。押し終えたら右の窓奥にドラム缶があるので撃ちましょう。ギリギリ敵が入ってきましたが、早く撃てば部屋に入れずに倒すことができます。そしたら右はしばらく入ってこないので左に集中しましょう。
この棚の隙間からハンドガンを撃ちます。頭を簡単に狙えると思うので倒していきましょう。もしこれをやる前に棚を壊されてしまった場合は、入ってこようとする敵を撃っていけば簡単に処理することができます。ある程度倒したら第2フェーズが始まって、村人が右側に走っていきます。そしたら後ろに少し下がって手榴弾を2個隙間から投げましょう。棚が壊されている方も同じく投げてください。投げ終えたら右の窓から村人が入ってきているので、閃光を投げてナイフで倒します。銃で倒してしまうとかなりの確率で寄生虫になります。そしたら板を落とすので好きな方の窓を塞ぎましょう。その後に部屋に入ってきた敵を 1,2 体倒せば最後の板も出ると思います。塞ぎ終えたら2階のアイテムを回収しに行きます。ガンパウダーと箱が3つあるので取り忘れないようにご注意ください。このムービーが流れたら煙突から敵が降りてくるのでナイフで倒します。あとはショットガンかライフル、好きな方で敵を数体倒しましょう。ある程度倒したらショットガンはリロードしないようにしてください。大男が出現したら閃光手榴弾を使って命令をします。この時メレーの方向に気をつけてください。壁に当たった時だけ大男はナイフで追撃ができます。同じ原理で手榴弾を頭の方に投げると壁に当たるのでナイフで追撃ができます。あとはライフルかショットガンを撃てば倒せます。これで宝石を拾ってクリアになります。敵をできるだけ早く倒し続ければ3分前後で終わらせれるので頑張ってみてください。セーブはこの後武器商人のところでしましょう。とりあえず棚の隙間から撃ちまくった後、手榴弾2個投げるところまでは頑張ってください。それだけでもかなり楽になります。あと言えることはショットガンやライフルを蹴散らないでください。ハンドガンでね、頑張ろうとすると敵の処理が遅れてボコられてしまいます。攻撃食らったら回復もちゃんとしましょう。弾や回復を蹴散らなければそんなに難しくないと思うので頑張ってみてください。そしたら商人の周りのアイテムを回収します。回収終わったら商人から仮面をトレードでもらいましょう。ウェルカム。ちょっと珍しいものが手に。意外なチョイス出ました。そしたらお宝に宝石をつけていきます。仮面は各宝石をつけます。腕輪にはアレキサンドをつけましょう。指輪はルビーをつけます。宝石をつけたらショットガンと一緒にお宝を売却します。お宝ガラクタ何でもござれか、なんてこった。そしたらライオットガンを購入して威力をレベル3まで上げます。別名民事製造機だ。あっという間にぐしゃぐしゃにできちまうぜ。
だんだんあんたの好みが湧き。自分の今のケースはこんな感じです。全体的にこれより全然少なくてもクリアできるのでご安心ください。先行手榴弾は次回使うのでない方はクラフトしておきましょう。ここまでの目標時間は1時間30分から2時間5分前後になります。早速進んでいきましょう。まず最初に扉を開けたら2人の村人がいるのでステルスキルしましょう。倒し終えたら階段を上がってお宝を拾います。そしたら手榴弾を持っておきましょう。小屋のアイテムを回収して素材 L を拾った後に手榴弾を奥に投げます。そしたら右の壁に沿って走っていきましょう。手榴弾投げなくても通り抜けれますが殴られる確率が上がってしまいます。まあ一発ぐらいなら殴られてもゴリ押しでいきましょう。そしたらこの家の中に角待ちしてる敵を倒します。絶対に寄生虫出てくるのでナイフで倒せなかった場合は距離を取って倒しましょう。お宝と樽を破壊して先に進みます。大丈夫か。この先のチェーンソー姉妹ですがちょっと難しい逃げルートと簡単にできる全滅ルートを撮影してきたのでお好きなルートで攻略してみてください。最初は弾と時間を節約できる逃げルートをやります。とりあえず姉妹が出現するまでは普通に進めていきます。サブマシンガンは使わないのでスルー。ハンドガンの弾は拾っておきましょう。そしたら村人が2人いるので倒していきます。こっちの村人は階段にいる場合大体気づかれてしまうので普通に倒しましょう。ここにショットガンの弾があるので拾い忘れ注意。アイテムがたくさん落ちてるので動画を参考に集めてみてください。この箱を破壊した後は必ずこちら側から降ります。そしたら鍵を破壊して中に入りましょう。チェーンソー姉妹のムービーをスキップした後に手榴弾投げるんですがほんの少しだけ下に向けて投げてください。ちょっとだけで大丈夫です。手榴弾を投げたらショットガンに切り替えて頭を狙って3発撃ちます。そしたらすぐに閃光を投げてナイフで追撃をしましょう。最後にショットガンを 1,2 発撃つと倒せます。フランクを拾ったら入ってきた扉から逃げます。ここの鍵はさっき壊さなかったので敵が入ってきません。逃げる先に敵がいたらショットガンでひるませます。そしたらこの道を曲がる前に奥に向かって閃光を投げましょう。投げたら急いでクランクを回します。このやり方なら弾と時間を大幅に削って逃げ切ることができます。次に敵を全滅させるルートを紹介します。
はい、そしたら次は手榴弾じゃなくて閃光を持ってムービーをスキップしましょう。ムービー後に閃光を投げて2人をナイフで攻撃します。そしたら先ほどと同じように逃げましょう。攻撃されないようにショットガン撃ちながら進みます。このエリアの入り口付近まで行きましょう。前のエリアに敵は来れないので、ここら辺で戦えば一方的に倒すことができます。行ったり来たりすれば安全に全滅させることができますが、弾と時間を消費してしまいます。村長戦に必要な弾数をざっくりですがリストにしておくので参考にしてみてください。はい、ではクランクの先続きやっていきます。この家アイテムがたくさん落ちてるので全部拾いましょう。アシュリー平気か？うん、ありがとう。そしたら村長に追われるところに来ました。ムービー後すぐ後ろに振り返って逃げます。この敵は攻撃してくる可能性あるので撃っておきましょう。ちょうどいいタイミングでタールを撃ちます。最後にここの敵を倒して抜けていきましょう。ということでついに村長戦です。やり方を把握すればノーダメでも倒せるので、セーブはしないで頑張ってみましょう。あなたは必ず食い止める。第一形態はナイフで倒せるので、弾が少ない方はナイフを修理して強化するのもありです。村長は攻撃パターンが少ないので落ち着いてやれば勝てると思います。まずライフルのスコープを外しておきましょう。そしたらハーブを拾って早速行きます。戦闘が始まったら村長の左側に近づいてしゃがんでおきましょう。あとは時計回りにぐるぐるしながらしゃがんでいると、村長は2パターンしか攻撃がありません。基本的にはこのつかみ攻撃をしてきますが、しゃがんでいれば当たりません。なので村長がつかみ攻撃をしてきた後に攻撃をしましょう。こんな感じで村長の攻撃が空振ったらハンドガンを撃つだけです。そしてもう一つの攻撃パターンがこのため攻撃です。つかみ攻撃をしてこなくなったらはしごを登りましょう。攻撃が終わったら降りてまた同じことをします。しゃがんでつかみ攻撃を誘い、空振りさせたら撃ちましょう。ちなみにナイフでも時間かかりますが倒すことができます。弾が厳しい方はこの方法で倒すのがいいかもしれません。ハンドガンで2発撃ってますが、3発でも余裕で間に合います。今回は皆さんが分かりやすいように安全に倒していきます。ある程度攻撃したらダウンするので、ライフルで弱点を撃ちましょう。4発か5発撃ったら第一形態は倒せます。ムービーをスキップしたら右のはしごを登ります。ここに閃光落ちてるので拾っておきましょう。第二形態の遠距離の攻撃パターンは基本的に3種類です。この順番に投げてくる攻撃は横に移動しましょう。この両手クロス攻撃は動かなくて大丈夫です。村長の攻撃終わりにハンドガンを2、3発撃ちましょう。
村長がドラム缶を持ったらすぐ撃ちましょう。もし投げられてしまった場合は下に避難してください。村長が近づいてきたら端に逃げて閃光を投げます。ひるんでる間にショットガンかライフルを撃ちましょう。その後奥に村長が戻らないようなら下に降ります。そしたらまたはしごを登って同じことの繰り返しになります。木を投げてきたら避けてドラム缶を持ったらすぐ撃つ。近づいてきたら端に逃げた後閃光を投げて攻撃。ショットガンなら合計10発ぐらい撃てば倒せると思います。ということで村長無事倒すことができました。第一形態はしゃがんで時計回りに張り付きながら攻撃。第二形態は村長をしっかり見て攻撃を避けながら近づいてきたら閃光を使って攻撃をしましょう。村長戦が終わったら無限武器を使えるので全部使い切る勢いで皆さんも頑張ってみてください。そしたらアイテムを回収して外に出ましょう。この上お宝があるので拾っておきましょう。ということでチャプター6村編クリアになります。セーブは武器を整えてからにしましょう。アシュリー、今の話分かってる。とりあえずチャプター7が始まったら周りのアイテムを集めます。その後商人に全武器を売却するんですが、エイムに自信ある方は今のライフル M1903 のままで大丈夫です。今回はスティングレイを購入しますが、サイズも大きいのでお好みで変更してみてください。そしたら組み合わせできないお宝と武器、ライフル以外の弾を売却します。お宝ガラクタ何でもござれた。その価値を決めるのは俺たちだけどな。売り終わったらシカゴを引き出しますが、もし持ってない方がいたらマーセナリーズで簡単にハンドキャノンが入手できるので、そちらを無限武器にしても楽に攻略できると思います。ウェルカム。ちょっと、そしたら改造チケットをスピネルで交換しましょう。それでどの武器の限界を突破する気だ。改造するスティングレイも購入しときます。持ち物がいっぱいだぜ、整理しな。敵の頭をカボチャに変える魔法の銃だ。改造でナイフを修理してシカゴの威力をレベル3にして限定仕様にしましょう。改造ってのは根気と努力がいるんだ。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。あんたは改造ってもんを分かってる。手間して死ぬなよ。自分の今のケース内はこんな感じになってます。今後は手榴弾系を増やしていきましょう。ということでついにシカゴを使えるようになりましたね。ここまでの目標時間は1時間45分から2時間20分前後になります。今日の動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。